金高香る、1928年2月29日から2019年1月5日は、日本のジャーナリストである、日本旅行作家協会名誉会長、兵庫県神戸市生まれ、1946年高蘭女学校卒業後、1954年、ロサンゼルス私立大学に留学、その後ジャーナリストとして、ジャパンタイムスなどで活躍する、海外取材が多く、 150カ国以上に渡航したことで知られる。兵庫県神戸市に生まれ、資産家だった母親の家族のつてで母親と兄と共に東京へ移住した。高ラン女学校を卒業後渡米し、ロサンゼルス私立大学に留学。帰国後、ジャパンタイムスなどのフリーランサーとして活躍。1959年から1990年まで、金高薫世界の旅で、ナレーター。 ディレクター兼プロデューサーを行う。取材国は約150カ国距離にして地球を180周もしたことになる。国際関係の仕事に従事し数多くの教会のメンバーでもある。1985年より名誉館長を務める淡路島の旅の資料館に各地から持ち帰った民芸品類を展示している。 1986年から2006年5月まで横浜人形の家の館長に就任。ありがとうございます。